秩父市道大滝幹線17号線道沿いの崖壁の様子秩父市道大滝幹線17号線は秩父玉街国立公園内の埼玉県秩父市内にある市道である一般には旧名称である中津川林道として知られる川上村道192号市山線と一体的に埼玉県長野県境の唯一の道路を構成している内における数値は 起点からの道のりののの道り長さのおおよそのキロメートルである終点である三国峠から西は長野県南久郡川上村の川上村道192号市山線であり埼玉県と長野県を直接結ぶ唯一の車道である埼玉県内で自動車が通行可能な道路としては最も西に位置するまた同様に三国峠で接続している 長野県側の川上村道192号市山線は長野県内の自動車通行可能道路として最も東に位置している。大部分が未舗装であり、起点から大若沢が中津川に交流する付近までが舗装されている。終点付近を除き、中津川と並走し、中津橋の渓谷日を楽しむことができる。鎌倉沢橋付近では、 武州中津川森林鉄道の配線跡を活用して作られており、橋脚などに当時の名残がある。品野沢橋の東方で南へ分岐し、橋を渡ってトンネルへと進み、大仙沢を遡る埼玉県有林道の大山沢林道がある。中津川に合流する金倉沢の沢筋を進むと、幹回り13.4メートルの桂らの巨木が近年、 NPO 法人、秩父の環境を考える会によって確認された。地元名、金倉沢の大葛は、中津、西沢の大葛と命名された。起点型から見て、中津川から、右ヘアピンカーブで離れていく、土反動の中津、西沢の大葛入り口から、南南西へ直線で、約500メートルの地点に、林道では珍しく立体交差で分岐する、林野町。 関東森林管理局、埼玉森林管理事務所管轄の国有林道奥、秩父林道がある。しかし、奥秩父林道は落石により通行不能であり復旧放棄林道となっている。わずか1 0トルほどしかない埼玉、長野県境を通るため、車の通行は未舗走路の割に多く、地元では県道に昇格すること、トンネルを作ること、前線を舗装すること、 通年の通行を可能にすることなどの運動も起きてはいるが、それが実現する予定はない。対して、自然保護団体から、手付け数の自然を保護する声や、林道、見歩走路を好むドライバーたちには、周りの林道などとともに、注目の道である。毎年11月25日から翌年4月30日までは、品野沢橋から三国峠までの、12. 1 2 1トルは、 当期閉鎖となるほか、通行可能期間中も夜間は通行止めである。また、土砂崩れなどの災害によって、たびたび通行止めとなることもある。秩父市と川上村を結ぶ、通年24時間通行可能な道としては、国道140号、山梨県甲府市、韮崎市、国道四十一号経由で約キロメートルあり、本市道経由約キロメートルの、 1> 約1.8倍である。台風9号及び台風10号による土砂災害の影響により、2016年8月22日から王冠キャンプ場から三国峠までの約 15km が当分の間通行止めであったが、2019年6月6日午前8時から通行規制が解除された。その後、同年10月10日から、 令和元年東日本台風の接近の影響で、再び、当分の間通行止めとなっている。林野町、東京営林局、秩父営林所管轄の国有有料林道、中津川林道として1959年に着工の後、1966年に開通した。1982年に無料開放。ありがとうございます。